はい、こんにちは。クレットチャンネルです。本日も三上解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日は攻略できそうな新作ぬいぐるみ発見というタイトルでお送りしていきます。それでは参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りは12月9日土曜日ですね。こちらのサムネに詳細ありますので、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はね、新作で、ね、さらにね、攻略できそうなぬいぐるみというのをタイトルでやっていきます。でね、やはりね、攻略できそうなね、ぬいぐるみというのはね、やはりね、まあ、ぶっ刺し、引っ掛け、ここら辺がね、できるぬいぐるみになっております。で、このね、マイメロちゃん、よく見てください。手にね、何か抱えております。で、そこの今、隙間にぶっ刺しております。さあ、どうでしょうか。右アームがしっかり、ああ、いい感じですね。というわけで、ここは一旦平行移動をお願いいたしました。はい、というわけで、今度はね、手に引っ掛けていこうかと思います。先ほどのね、手に引っ掛けたこの、持ってるウサギさんかなに引っ掛けていきます。さあ、どうでしょう。これ、右アーム、パワーが強かったら一気に運んでくることができるんですが、さあ、どうでしょう。おー、惜しい。残念。惜しかったですね、今のね。というわけで、一旦ちょっと初期値していただきました。これちなみに後日ですね。はい。同じ設定でなったんでね、同じ台でプレイしております。ただね、やはり奥、ちょこ当たるんですけどね、なかなかね、ディスプレイゲットまではなかなかいきませんね。はい。というわけで、とりあえず行きましょうか。でね、パワーもね、おそらく変わってないんで、まずはね、右アームをね、この手に持ってるところが引っ掛けていこうかと思います。さあ、どうでしょう。これストップ少し。さて、設定が変わってなければ、まあまあ、でもあっこからね、一気に寄せるということは、かなりあのパワー自体は入っておりますね。はい、というわけで続いては、ほぼほぼ真ん中持っていこうかと思います。さあ、どうでしょうか。真ん中持ちで狙っていこうかと思います。ああ、これね、一応ね、今滑らせながらちょっとね、下半身を振りたかったんですが、残念ながらね、あ、右アームぶささっちゃいましたね。うん。はい、というわけで続いて、真ん中ですね。もうね、ちょっとね、刺さらないように気をつけながら行きます。はい。しっかりほぼほぼ真ん中ですね。ちょっとここね、このアームの向き的にあまり景品が手前にあるとね、ちょっとよろしくないんで、景品をできればね、奥の方に持っていきたいんですが、最悪ですね。やっぱね、頭が重たいとね、頭からこうストンって落ちるんですよね。そうするとね、頭ずりずりとかね、頭反動でこう下半身がシールドに寄ってくるとかね、手前に来ちゃいましたね。はい、というわけで、もう一度真ん中です。そのことを踏まえながら、どうでしょうか。どういった反応を見せてくれる。お、いい感じですね。さあ、今度は逆にね、下半身を支点にね、こう、頭でゴロンって向こうに行ってくれましたね。はい、というわけでね、今度手引っ掛けていきましょうか。一応、高確率ゾーンです。で、シールドもまあ低いです。というわけで、右アームで手に引っ掛けていこうかと思います。さあ、どうでしょう。ここから引き上げてこれるのか。さあ、どうだ。おーっと、悪くない。尻尾でシールドに乗りましたね。はい、というわけで、ここは一旦平行移動お願いしました。はい。少しね、アシストありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。さすが有料店ラウンドワンさんです。というわけで、ここ、クルリンパでいきます。ただ、超絶、この、でかい頭、すくい上げることを、クルリンパ、可能なのか。さあ、どうなんだ、いけるか。さあ、持ち上げてこい。ああ、やっぱ無理か。やばいんですよね。これね、ここで詰まっちゃうとね、ほぼ不可能、攻略不可能っていう状態になってくるんですよね。うん。というわけで、続いて、クルリンパ狙うんですが、かなり深く持っていきます。ほぼ頭持ちます。もう、持ち上がるか、ぶん投げるかぐらいのラインです。さあ、どうでしょうか。ここから頭をクルリンパいける。はい、無事にマッチがクルリンパでゲットです。リプレイで見ていきましょう。もうパッと見真ん中持ちでしょ。うん。あとはね、これね、パワーとね、アームサイズがあったんでギリギリ抜けましたが、ここからですね、グググって上げて1個で止まるんですよ。ここでやばいと思ったんですけど、最後ね、このグッとね、景品が落ちたことによってね、重心がね、取り出し口側に入ってくれましたね、ギリギリ。はい、というわけで新作のマイメロね、引っ掛けもね、こういうのもね、ちょっと使いながらですが、無事に900円でゲットです。はい、というわけで、すごいね、いいんだと思ったらチャンネル登録お待ちしております。はい、続いてこちら、新作のピミ、ショーンかな、ショーンですね。羊のショーンを狙っていこうかと思います。とりあえず真ん中狙っております。そして、ね、本日ね、攻略できそうな新作ということなんでね、このね、ショーンね、どこが攻略できそうかというと、見てください。これ、取り出し口に帽子、向いちゃいましたね。というわけで、この帽子ね、隙間、もちろん頭と帽子の間、隙間あるんで、そこをぶっ刺してね、狙っていこうと思います。さあ、どうでしょうか。右アームを帽子に、頭を滑らせながら、来い。
来ました来ました。モフモフの頭を滑らせながら一撃です。さて、どうでしょう。一撃で引き寄せることはできるのか。ああ、やっぱ抜けちゃいましたね。爪の角度はね、結構ピンピンに近いんでね。うん、まあまあ、そういうことでしょう。というわけで、もう一度行こうかと思います。もう一度同じように、ね、右アームで帽子ぶっ刺していきます。さあ、どうでしょう。ああ、これちょっとね。ああ、やっぱりか。うん、これね、ちょっと頭がモフモフなんで、ね、境目正直見えにくいんですよね。なのでね、そういう景品結構ね、こう難しいんですよ。刺すのが意外と。はい、というわけで、もう一度行きましょうか。もう一度、右アームを頭を滑らせながら、ぶっ刺していこうかと思います。ここね、先ほどより広角率の、さあ、どうだ、滑るか？はい、聞きましたね。1ミリの誤差もなく、直接ずっぽし。さて、ここから引き上げることができるのか、さて、頭ぐらいはどうだ？はい、行きました。私、はい、行きました、行きました。完璧でしたね。はい、というわけでね、ここクルリンプ行きましょう。まあね、あ、まあ、頭、体がね、少しこう丸く太くはなっているんですがね、まあまあ大丈夫でしょう。行きます、クルリンパ。でね、この体もね、丸く細くなっているところを狙っているので、しっかりアームから抜けて無事に、です。というわけでリプレイで見ていきましょう。これね、やはり先ほど言ったんですがね、この下半身ね、丸くなっているところを持ってください。この細くなっている部分を支点にね、こう掴んであげるとね、アームからしっかり抜けていきます。はい、というわけでね、500円で超お得にゲットですね。というわけでね、こういうね、攻略できそうな景品っていうのは、やはり頭とかね、そういうところにね、ぶっ刺しとかできますので、その辺をね、注目しながら見ていただければと思います。というわけで、はい、行きましょう。色違い行きましょう。はい。というわけで、攻略法は一緒です。形全く一緒なんでね。はい。なので逆に言うとね、一度ね、攻略法が確立したものでいくとね、色が変わろうが、別にね、一緒なんですよね。はい。というわけで見てください。たまたまね、先ほどからね、真ん中を掴むと自然と頭がね、シールド側に向いてくれます。というわけで続いて、あった、これね、ただね、右アームがね、若干ね、帽子のぶっ刺しポイントに行かないんですよね。なので、一旦ね、頭を掴んで、下半身ズリズリで引っ張っていこうかと思います。さあ、どうだ。お、悪くないですね。悪くないんですが、これ悪くはないんです。悪くはないんですが、ちょっと帽子手前に来すぎちゃいましたね。はい、というわけで、もう一度頭掴んで、ね、できればね、頭をね、少し上の、フィールドからね、中央からちょっと上の方に持ってきたいんですよね。うん、アームの向きがね、どうしてもその真ん中から上気味なんで、さあどうでしょう。お、いい感じですかね、これ。どうでしょう、狙えそうですね。というわけで、今度右アームでね、引っ掛けていきましょう。頭ずっぽしいきます。さて、射程範囲に入ったので、頭を刺しに行くんですが、さあどうだ。あーっと、これ、モフモフにやられてるか。あー、やっぱモフモフむずいんですよね、これね。はい、というわけで、とはいえもう一度いきます。はい、もう先ほどもね、ここで攻略しているので、モフモフをね、こう、引き分けながらね、見ております。はい、というわけで、右アームいきます。さあ、どうだ、次、2回目。あやはりね、逆にね、ちょっと狙いすぎるとね、こういうことになるんですよね。その辺のこのね、ぶっ刺しっていうのは難しいんですよね。うん。というわけで、もう一度いきます。先ほどの、モフモフ経験、一つとね、狙いすぎでね、滑ってしまったパターン二つあるね。それをね、この一瞬でね、体に染み込ませて、さあどうだ？どうだ？これは刺さっているか？刺さっているのを見ようにも見えるが、引き上げてくる、刺さってます。ああ、うん。ちょっとね、今ね、縫い目に若干干渉していたんでね、引っ張りが甘かったですね。うん。はい、というわけで、もうここまで来ちゃうとね、逆にね、ぶっ刺せないんですよね、近すぎてね。というわけで、頭一旦、つまみ寄せていこうかと思います。さあ、どうでしょうか、うまいことつまみ寄せることができるか。あー、完全に失敗プレイでしたね。ですが、見てください。先ほど言ってましたね、帽子が、フィールド中央より上側に来るとね、美味しいんですよ、これ。というわけで、ね、これ、今狙います。行きましょう。やはり、ね、下手にね、つまみ寄せとかで寄せるよりね、やっぱりこの帽子ぶっ刺しでね、一気にチャンスタイムに持ってくるのがいいんですよね。さあ、来た来た来た、ここです、これです、これです。これで来ましたね。はい、来ました。こういうことなんですね。というわけでね、景品手前に来すぎているので、一回平行移動お願いしました。というわけで、ここクルリンパで行きましょうか。まあ、このクルリンパね、先ほどとほぼほぼ一緒なんで大丈夫でしょう。さて、丸くなってる部分をすくい上げて、はい、無事に、マッチがクルリンパで、ゲットです。リプレイで見ていきましょう。まあね、先ほどと同じです。もう2回目なんで失敗もしません。はい。で、パワーもね、そこそこ持ち上げるぐらいのは、ありましたしね。シールドにもしっかり乗っております。というわけでね、ここから丸くなってる部分をすくい上げることによって、少しね、太いんですがね、しっかりアームから抜けていくイメージができました。
というわけでね、若干ね、あのね、途中ね、あの、こう、癖というかね、あの、道は逸れちゃったんですがね、私の攻略法通り攻略できたかなと思います。はい、というわけでね、本日はね、攻略し、できそうな新作ということでね、あの、やはりね、先ほどもまた言ってるんですけどね、攻略しやすいというか、まあ、手に引っ掛けたりね、ぶっ刺しだったり、まあ、帽子とかね、こういうのは典型的な、あの、ぶっ刺しポイントにはなってくるんですけどね、こういうところね、注意深く皆さん見てください。必ずね、そういう景品、あの、最近の景品はね、よくあります。冬だったらね、ニット帽をかぶった景品とかいっぱいあります。マフラーをした景品だからね、そういうのがあるんでね、そういうところを、ね、狙っていくとね、ネット率上がると思うんでね、もし、あの、よかったら、あの、プレイする前に、ぬいぐるみを一観察してみてください。はい、というわけでこの動画を気に入っていただければ、チャンネル登録、いいね、お待ちしております。そしてコメントお待ちしております。必ず返しますのでね。はい、というわけでこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。